x m 9 7感想会さあ、ということでございまして、えー、皆さんとやっていきたいと思います。今日はこういったメンバーでお送りいたしたいと思います。まずは私、バッファローゴロー、竹中です。よろしくお願いいたします。 はい、作家の森笠です。よろしくお願いします。お願いします。そしていつもありがとうございます。ライターのヨヘイペンギンさんです。よろしくお願いします。お願いいたします。そして素敵なおもちゃに囲まれておりますゲストのガニペロおばさんです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。お店終わった時間に来ていただいてありがとうございます。はい、割引対象外のね、はい、バりの、すいません。 後ろに、もうすでにっていう感じです、ねね、<laughs> ということでこっち、えー、今回はこのメンバーでお送りしたいと思います。はい、<laughs> ディズニープラスで、えー、配信されております X-Men97。こちらですね、えーまあ、皆さんと一緒に、えー、楽しんでいきたいとは思うんですが、まずは、そうですね、えー、この X-Men97、えー、ということで、続編というような扱いになっていると思うので、もともとの X-Men というアニメ、 結構これ、だいぶおじさんしか覚えてないようなアニメになってるかもしれませんので、<laughs> はいえー、その辺をちょっと森川さんに振り返っていただきましょうか。はいえー、まずですね、この X メンというこのアニメはですねと、1992年にアメリカで放送されたアニメシリーズでございまして、日本でも、はい、えと94年からこう、えー、放送がテレビ東京で、えー、と1話から43話まで、はい、えと放送されまして、時間帯は確か夕方の6時とか6時半とかの。 夕方6時半かなやつがですね、えっ、ー、と、はい、最後の、えー、と放送が、えー、1997年、アメリカですね、97年の、が終わってから、はいえー、その後のということで、今回はやるということでございまして、うんはい、そういった人気シリーズでございまして、FOX っていう、えー、と放送局で、えっ、ー、と、うん、まあ今はもうあのディズニーではあるんですけど、はい、この当時は FOX で、ちょうどこの頃、この時代、ックスでこういろんなマーベルのアニメが、 えー、スパイダーマンだったりとかシルバーサーファーだったり、うん、その後また X 面後にファンタスティック4だったりとかはいいろんな流れの中での特に多分おそらく一番マーベルのアニメでヒットしたであろう作品がこの X メンなのかなと思います、うん、まあ日本語の、えー、歌もあり、はい、日本の声優さんたちがそうそうたるメンバーが吹き替えをしてってね <laughs>、はい、山寺さんがねあの主人公の声だって大喜びしたら 意外とサイクロプスが主人公でもないような <laughs> <laughs> そう。そう,なんそういう愚痴をこぼしてはりましたね。はい。<laughs> はい、なので、はい。そうなんですね。その、えっと、今回はその、え、それの続編にあたる、その直後、ほぼほぼ直後の話を描いたのは97ですが、はい、今回はちょっと、まず最初の前半部分、この動画の配信の前半部分は、えっ、ー、と、この今までの、えー、と X 面のそのアニメのちょっとお話をいろいろと。うん して,していいたただきたいなと思います、はい、なるほど、はい。ということで、まずはちょっと皆さんの思い出というか、ちょっと <laughs> を見てた時の話とかがもしあれば、<laughs> うん。つぐらい、時山さんもリアルタイムで見てましたそうですね、まあ、でもなんか単純にやっぱり、かっちょいいっていう感じでしたね。 あの今見るとやっぱり動きもカクカクしていて <laughs> <laughs>、ね、今のアニメの技術とは程遠いみたいな感じでまあ、ねまあ、このね97もわざとそういう感じでね、うん、最新技術があるにもかかわらずそ,うう <laughs> そのテイストをすごくうまく残しながらっていう感じがねすごく粋な感じでありますけども、うん、はいまあでもやっぱり時代をなんか先取りしてるといいますかやっぱミュータントのこの迫害っていうところはね なかななかかかししっっりととたたテーマだったと思うんでなんでアメコミってやっぱりもっともっと、えー、すごくなんか分かりやすい強いものが勝つみたいなところのなんかそういう話が多いのかなと思ってたらやっぱりえ結構しっかりいろいろ苦悩が描かれてる深い作品だなんだなっていうような僕は印象を持ちながら見た目のかっこよさと話の面白さにすっかり虜になっていた感じでございます。<laughs> はい岩井美玲さんはどんな感じでしょうかうん、あのー、まあ、だいぶ子供だったので、はいだからやっぱ海外から、海外のアニメだみたいな感じではあって、うん、でも、すげえかっこいい、ね、日本にはないテイスト。 そもそもなんかアメコミだからどうこうっていうことを理解できるレベルですらないわけです最初に見た時って多分もう本当に子供だった。違いとかもね、そんなね。そんなに言うほどその生きてないので。うん、<laughs> まだ10年間もアニメ見てないわけですよ。だからあれでしたけど、やっぱすげえかっこいいなっていうのはあって。うん、で、これがあのたまたまなんですけど、もう。 なんてうなだんだんこうアメコミのあアメコミ関連のおもちゃとかが盛り上がり始めてるタイミングでもありはいで、えっと結構同時期にゲームとかも出るんですよねうんあの X メンの格ゲーってすはいまあ結構どすほぼ同時期に出始めるわけですけどはい何か,かこう X メンがこうはすごいこう押されてる感じはあったわけですよ、うんうん、はいでもじゃあ 本当にみんな見てたかっていうと、<laughs> <laughs> そうでもなくて、<laughs> <に>まあまあだったなっていう、はいはい、その当時の子供たちがみんな見てるわけではなくて。でかなんかったですね。んみんなとこう、わいわい語り合えるっていう環境でもなかったですもんねそうそうそう。だから結局、なんかあの、この時に、あの、思ったの、思ったというか、この時にハマった人たちが、はい、もう少し大人になって、うん、もう少し大人になってっていうか、なんかそれで、 っった人た人ちが結局あのスポーンとかかに、はいうん、っていく方向へ向へなるほどなるほど。<laughs> ので、あのそこ、なんか、それのきっかけにはなったなっていう感じの作品ではありましたね。で、結局でも、結局ここから見て、あ、まあ、こことタートルスとこれとか見て、なんかアメリカの作品を見ようとか、そういうことに今日、うん、あと、まあ、バットマンもあったんですけど、はい、まあその辺がやっぱりこう、 面白いなと思えるようになったので、まあね、うん、結果ここまで来た。<laughs> <laughs> <laughs> まあこの後、ね、あとね、で、かつこれを見て、うん、コミックも読んで、その後映画も来るわけですよ。はいはいはい。結構短いスパンで来るので、XBAE、はい、今考えるとすごい盛り上がりをしてるんですよね。ね<え>話題に尽きない作品だったので、はい、まあ知らな、当時知らなかったけど、アメリカでも同じような状態で、アメリカでも、うん、 一番売れたコミックだったわけですよ、だからはいはいはい。たこれ狙っ、た多分狙ってなくて、うん、たまたま X メン来るんですよ、そのお<ー>。このアニメは作り始めるのはちょっと前のはずなんですけど、コミックが売れるより。だけど、うん、あの、うん、アニメ作り始めて、で、作るってなって、で、じゃあ最新版のデザイン合わせようみたいになって、うん、デザインが同じになって、出た瞬間に、もう、すげえ盛り上がりをする、はい、っていう形になったので、 なんか、それが結構な、まあ、多少数年ずれはあるんですけど、うん、それを含めてもやっぱり、なんか世界的に盛り上がるきっかけというかの、中のうちの一つっていう感じだった。はいはいはい。そこも含めて。うん、今思い返すと、もっとすごいことだったなと思うけど、当時も楽しかったし、今まあ見返すと、まあ、もちろん味わい深いところがいくつかあるんですけど <laughs>、そうですね <laughs> やっぱりなんか、うん、まあ見ても面白いですね。なるなるほど。やっぱなんか、はい ちょっとチームっていうのもね、すごく楽しい部分ではありましたよね。なんか、単独のヒーローっていうことじゃなしに。そうそうそう。ね、いろんなメンバーが勢ぞろいするみたいな入れ替わり、立ち替わり。そこもありますよね。うん。ワクワクする要素でございます。ありがとうございます。では、大場さんはまあ、自分も、まあ、やっぱり94年だと相当昔なんでね、あれなんですけど、ちょうど94年だと、あの、小学館プロダクションさん。 うん、今の小学館主演者プロダクションさんの前の会社さんがちょうど X-Men の翻訳を出してた時期で、なんかそういうのもあってさっきちょっと洋平ペンギンさんもおっしゃってましたけど、なんかこう、一斉になんか X-Men が来てる時期がちょうど94年だったんで、すね94年だとトイビズ時代だとまだマッベルレジェンドとかなかったんですけども、はいうん、あの、X-Power シリーズっていう5インチのはい、はい おもちゃがたくさん出てて、そこら辺もどんどん輸入されてきて、<laughs> その後でちょっとスポーン、はい、マクワリントイズの前身になる会社あって、スポーンが流行るみたいな、なね、ちょうどアメコミブームにの、なんでしょうね、先駆けみたいな感じ。そうなんですよね。なんかそんな感じで、急になんかこうアメコミの本流が押し寄せてきたな、みたいな。やっぱと当時 アニメを見てたキッズからすると、なんかスとかが与え始めるじゃないですか。お知ってんぞって感じがするわけですよ。どうすりゃいいの ?X メンの親戚だろって違うけど。今までね、ちょうど、なんでしょう、バットマンとかスーパーマンとかしか知らなかった子供たちのところに、急にこう、X メンっていうヒーローたちがやってきて、ちょうど94年、先ほどちょっと出ましたけど、あの、カッコンの対戦格闘ゲーム、X メン、X メンの、 格闘ゲームがちょうどか稼働したのが94年の12月、うん、?12 月ですね。はい、12月で、アニメの当時やってたテレ東版のラストに、うん、あの、スファイトっていうシリーズ、ミニコーナーがあったのに知ってます、ねうん、<laughs> あの、当時のその、ビーストの声優さんの千葉茂さんと、プロフェッサーやってた、あの、誰でしたっけえっと、えと、ナヤロクロウさ,さん。あ、はい。そう、ナヤさんが、 あのそれぞれ実況と解説をしながら、うん、そのゲームの対戦シーンをひたすら流すっていう、はい、ゲームの,のなんだろう番宣かよっていうようなねコーナー謎のコーナーがあったんです、はい、あれがね本当にまに、あ、千葉さんのアドリブが聞いてて面白かったっていうぐらいまよ、ね、そうのコーるーです、ね。ね、ですし ここぞとばかりに、うんこれから X メン盛り上げていくぞと、いくぞと <laughs> いう先方がいきなり97年版アニメでいいんかってい気はするけど <laughs> <laughs> あ<ー>、あそういう多分声が、はいまあ、いきなり97を見せられてもっていう人は多分前のシーズンを見てなかったりとか、テレビ東京の追ってたっていう人も、いわゆる最終回、いわゆる、うん。 一シーズン分は日本で放送されなかったんで。ああ、なるほどね。はい。そうなんですよ。日本では、はい、一シーズン分丸るだから最終的は。なか,なか無責任なことやってね <laughs> そうなです。なんでまあ、ちょっと僕もちょっと改めて今回、97を見るために、ちょっと見返してみて、いろんなちょっとポイントが、うん、<laughs> はいはいはい。多分、あの、わかっ、あの、どう、どうしてそもそも、こんな話からスタートするんだろうっていうところもあると思うので、いろんなちょっと、うん。まあね まあ知らなくても分かるって言うたら分かるんですけども、前回の知ってると、はい、さらに楽しめるという部分もあると思うので、ちょっといろいろそういう話をちょっとさせていただきたいんですが、はい、まずですね、えっ、ー、と、そもそも毛布って誰じゃいっていう、はい、あの、<laughs> <laughs> すごく、あのもう一も、であのメンバーの中に入ってんだいっていうね。う一軍も一軍で、はいはい、例えば、えっ、ー、と、 もう、それ、毛布はもう、第1話が出てくるんですけど、その、アイスマンもいなければ、うん、コロッサスもいない、はい。エンジェルもいないのに、なんで毛布なんだよっていう感じではあるんですけど、ね、まず毛布っていうキャラクターがそもそも、最初、はい、それチェンジリングっていうキャラクターだったんですけど、はい、うん。えっと、チェンジリングって名前がちょっと使えないことになってしまって、うん、急遽毛布というキャラクターに変えて、ああいう、はい、まあ、体変えるっていう、体の変身能力があって、毛布、うん、っていうのが、 1> えっと、第1話に出てきて、第1話でほぼほぼ死んじゃうみたいな、ね。リタイアルみたいな、ね。リタイアルしてしまうっていう。はいうん、で、いろいろあって、えーと、結局最終回の時にまたちょっと戻っては、正式に戻ってくるみたいな。それまでちょっと結構いろんな上がり下がりが毛布にもあって、うんその、今回の、えー、と新しい97のオープニングでもちょっとミスター・シニスター。まあはい あれだけで気づく人は少ないかもしれないですけど、<laughs> <laughs> スターシニスターにちょっと毛布は操られてて、一瞬、一回、うん、えっと、X メの敵になるみたいなことがあっての毛布のカムバックであって、はい、で、あと、うん、なんでウルバリン毛布と仲いいんだみたいなところがあるんですけど、はいはい、それも本、えっと、アニメシリーズの方では結構ちゃんと説明されてて、うん、すごくウルバリンと、まあ、ローガンと毛布はすごく仲いい。はい であ,のあんまり他のメンバーのこと売る場についてないけど、なんか毛布だけなぜかずっと仲がいいっていう。今回もちょっと97の方では、2人だけでしか喋ってたりとか、お酒のとこあったんですけど、はい、そういうのがちょっとあったりとかして。まあ見た目もね、ごろっと変わってましたし、はいね、髪の毛もふさふさでしたし、はい、なんかもう普通のおっちゃんでしたもんね。ちょっとこ,こにくだらしい感じの。おもちゃとかもね、その造形で出てましたし。はい トイビーズとかもねあとやっぱりその前回の、えっと、最終回さっきのそれこそ最終回の話ではあるんですけども、うん、そのもう本当にいきなり最終回のあとぐらいの話なんでちょっとどういう最終回だったかっていうのをちょっと簡単にこの97見る前にの必要なのでお話しすると、うんはい、まあプロフェッサーがその今回のえと1話でも簡単に説明されてましたがそのトラスクに暗殺されてしまうっていう。うん ところで治療方法がどうしていいか分かんないみたいな感じになって、うん、で、まあ、最初マグニートを呼んできてなんか磁力のパワーとその何か教授が出すそのセデキネスのパワーが共鳴みたいのするからつって直してもらうっていうことがあったんですけど結局意識プロフェッサーの意識は戻るんだけどもう本格的な治療をするにはどうもう あの宇宙に行ってシア、シア、シャイヤでしょ。シャイアの技術を技術を使わなきゃいけないからって結構リランドだっていう、はいその宇宙人兼、あの、女王様兼プロフェッサー集団。宇宙界の話だけすると、すごい、すごい話になって。誰だよ、恋仲の。そうね。メンの映画とか見てきたけど、お前らは誰なんだみたいなたまたま。 全然映画で使われてないパートのキャラがめちゃくちゃ出てくる回なのでご都合よくなんかジェノーシャーサンファイヤーとか普通にいるんだけどサンファイヤーって誰だよってなっちゃうななんでそう一応宇宙に連れてかれちゃ連れてかれて宇宙で治療するために一応プロフェッサーはいなくなったっていうと一応今回死んだってことにはなってるんですけど果たして本当に 実際、プロフェッサーが死んでる、生きてるか死んでるかっていうのは実は分かんないっていうのは、うん、一応ちょっと、たぶんこのシーズン見てない人だと、もう本当に死んじゃったのかなって思う,と思うで、うんですけども、一応ちょっと前提として、はい、ある年しはこういうことで。そういう流れで97。はい、はい。まあ、ここ、たぶん、このポイント、いいいある程度押さえておけば、もう、そのまんま見ていただいてもいいんですけども。あとはもうね。はい。で、もし、ちょっと急、でも、 じゃあ実際ちょっとシーズン見てみたいなっていう思う人もいるかもしれない。ちょっといくつか僕的にちょっと、うん、えっと、97あ、97の前の、えー、とアニメシリーズのちょっとおすすめポイントというか、はい。まあちょっと僕がこう、改めてテレ東見てた人たちに,にもちょっとおすすめなんですけど、改めてちょっと英語版で見てもらいたいなっていうって、はい、僕がその全然気づかなかったんですけど、やっぱそ当時日本語版見てたんで、例えばローグの喋り方がすごい、うん、 南部のアクセントなんですけど。えそうなんや。すごくきついです、そのアクセントが。南部や、ああ、なるほどね。南部のドクト南部の人の喋り方をする特徴のキャラなので。おおちゃんとそれ生かされてるんですね。はい。なんかすごくそのなんか、ちょっと荒っぽい感じで、色っぽいが同時にちょっと荒々しい感じのはいはいはい。ぜひちょっとそういうところを、ちょっと伺いたいっていうのと、改めてあと、えっと、 センチネルすごく弱いっていう。<laughs> あんなに脅威だっていうのに、<laughs> センチネル。そうですよ。<laughs> センチネルは強いはずですよ。<laughs> センチネル、アニメのセンチネル結構めちゃくちゃで、1> はい、第1話見ると分かるんですけど、<laughs> ジュビリーが家に帰るのを。はい。 待ち構えるみたいな。家の後ろに隠れてか、家の横に貼り付いて隠れてるシーンが、まず、スイッチで超でかいってショッピングモールの屋でぶち破って出てくるみたいな。2階相当のキャラだって言ってるのに、家の横には隠れらんないだろうって。すごいロボだがってなったけど、ちょっとね。 それも含めてセンチュレル結構いろんな使 <laughs> いがね難しいところでしたよね確かにね <laughs> でもなんかやっぱり90年代の X 面っぽいですよねセンチュレルが出てくるはい<ー>本当にめちゃくちゃ出てくる <はい S 1> <laughs> そうですねなんかこうおもちゃ的にもなんかこうジャンボマシンだみたいな感じの <laughs> あの大きさがね売りみたいなとで,でかさもいい感じのでかさでなんか魅力ありましたもんね多分なんか まあ一つはやっぱりマーベルがねやっぱおもちゃめっちゃ売りたい時期に近づいてるんでんそれもあったんだろうなって感じがするんですよね、はい、うんやっぱちょっとセンチネル確かにセンチネルはやっぱフォルムもかっこいいしちょっとかにもある、はい、ちょっと X メンのこれ改めて見返した時にあ,<の笑>あ結構もう,こう炎上覚悟で言いますけど結構ヴィラン 弱めというか、夏が一か、と弱めのやつを <laughs> あの、やっぱり主要マグニーとかでかくて、で、次やっぱりアポカリプスでセンチネルを弾いて、そのマスターモールド。で、ミスターシニスター。ーうん、この辺はやっぱり、ああ、やっぱり最高だなって思うんですけど、の時、はい、例えばアバランチとか出てきた時。はい、<laughs> この, <laughs> このなんだろう、このアバランチ、<laughs> アバランチとパイロンが結構、 バンバン出てくるんですけど、はい、このるたびになんかはい、はい、なんだかないなっていう、ね。まあでもそれは逆に印象ついて、パイロとかはね、やっぱり映画とかでも活躍しますし。はい、アバランチが何のパワーなのか見てて全然わかんないわかんないですね。<laughs> パイロとかわかりやすいです。もう火火をね、やんだろうなミスティークはそのあの近いところで言うとミスティークはこう変身する能力があったりとかして、はいはい、なぜかそのアバランチだけなんかわかんない。<laughs> <laughs> <laughs> そう振り返ってみると結構でもえなんだろう X メンの主要キャラクターというか、はい、<え>ほぼほぼ全部出てます何、はあ、か,か頑張ってすごい勢いで出してる感じがするんですよねかなりの数ですもんねそう本当だったらなんかその、うん、こ,んこのシーズンはセンチネルと戦うシーズンとかマ、はいはい、グニートと戦う今のアニメとかそういう作りになってるじゃないですかそうじ、ん、ゃ、はい、なくてやっぱ結構なんかか とびとびぐらい、2週に1回ぐらい新しいタイプのヴィランが出てくるので、うん、やっぱちょっと薄味な人たちも。はいはい、<laughs> で、本当だったら時間をかければもっとかっこいいのに、はい、結構薄味な扱いで出てきちゃうみたいな感じになっちゃうんで。<laughs> でも多分すごく、あの、この、ぜひ、前のシーズンも見てもらいたいのでやっぱその、うん、例えば、それこそガリン・ペイドさんにもつながところもつながりますけど、はい、マーベル・レジェンドでいっぱいいんなフィギュア出てる、X メン。<laughs> けど、やっぱ何なんだろう、このキャラのが、多分この X メンのアニメシリーズを見ると、ほぼほぼ全部網羅されてるんで、はい、うん。何なんだろう、この、プテラノドンなんだけど、喋る。<laughs> <laughs> サウドンっていう <laughs> ね<え>。ねやっぱ改めてちょっと、サーベージアイランドと、はい そうね。ただのターザンみたいな人がいるぞい。見直して、見直して思ったのは、サベェッジアイランドめちゃくちゃ使うんですよ。<laughs> 結構、はい、あのサベェッジランドの、サベッジランドっていう、えっと、簡単に言うと、マーベル世界の、なんか、都合よく、コナン・ザ・バーバリアンみたいな人たちが、はい、ルッドとか恐竜とか出すための自由として存在する、はい、あの、 えと北極か <laughs> にあるという設定の、はいはい、あのあ、北極じゃねえや、南極か。南極にあるっていう設定の、あ,あの、なんか、そういう謎の土地として出てくるんですけど、はい、まあ X メ結構行くんですよ。で、うん、まあ確かに原作でも結構行くんですけど、はい、アニメこんなに行ってたんだと改めて思って <laughs>、はいで、確かにサウロンっていうキャラクター、ね、ね X メンの敵だからなとは思うけど、<laughs> まあこれもめちゃくちゃなキャラクター。うん、そもそも X メンと関係あんのかみたいな <laughs> キャラなんだけど、はい、まあ,あの、まあ、一応、設定上は、ミュータントのパワーを吸い取って、うんえー、プテランドに変身する、はい。変身する。っていうことによって、驚異 <laughs>、はい、的な筋力やスピードなどを手に入れてるし、っていう。 天才科学者が敵。なん,<笑><笑>なん,んで、これ、最近のコミックでも言われたけど、本当に頭が良くて、そのなんか、治療薬とかを作れるみたいなことをやって、やった結果、最終的にやるのが恐竜に変身する能力。<laughs> お前、ガンとかを治療しようよって怒られる、ええ。<laughs> 頭いいやつの考えることはよくわからんっていう <laughs>。一方、そのすごく高頭無けだけど、やっぱり、はい、あ,あ、必要だったんだなと思ったのが、その、例えば、 すごくやっぱ面白かったのが、そのアニメ、今回、前シーズン、前回のシーズンのやつで面白かった。やっぱダークフェニックスサーガーはやっぱり面白くて、うんね、で、やっぱり、えっと、映画版も2回、あの、うん、ダークフェニックスサーガーをやりました、ね。フェニックスサーガーとダークフェニックスサーガーといわゆる、あの、はいもう、いわゆるもう大河に近いような話をやったけど、2>, うん、2つとも、映画2作品とも、<laughs> っていう感じであったじゃん。<laughs> 正直。ね。はいはい、そう。 でもやっぱり、で今回アニメの改めてそれで見返したら、はい、やっぱり面白いし、まあ、時間をかけて丁寧にやらなきゃいけないし、うん、あと、リランドラってす、もう多分その話的にリランドラグラリエーターとか、はい、ここら辺って口頭向けすぎでそれ実写化するのは難しいです、うん、こういうおにぎりみたいな頭してる女の人とか、リランドラ。はい、でもやっぱりそのリランドラとプロフェッサー X が、お互いのこと好きで愛し合ってるけど、はい、ジーン、 フェニックスを裁かなきゃいけないっていうことで、うん、もういやいや対決していかなきゃいけないっていうのが、ドラマがやっぱり必要だったんだなって。だ、はい、からやっぱそこの、そね、だからそのちょっとある種のリアリティレベルを無視できるアニメシリーズって、やっぱそこら辺もいいのかなって。まあね、やっぱ長期シリーズならではっていうところのね、はい、部分もありますもんね。まあ多少変わってるは変わってるんですけど、はいうん、両方のやつの名シーンは 頑張って再現していて、はい、あのなんていうの、アストラル空間で <laughs>、一気打ち、フェンシング対決するな、<laughs> それ X 面なのかな、みたいなシーンとかもうあるので、はいあの、そういうのもちゃんとやってるんで、うん、確かに、なんかそのダークフェイクスサーガーを見るというポイントで、アニメ見てみるのもいいのかなー、はい、そうですね。はい。 自分が例えばもあらすじ見て面白そうだったりっていうとこもありでもいいですし、あとは結構、すごく、うん、あのおちょっと一個だけこの前のシーズンの X メンおすすめしづらいところは、はい、あの基本とアメコミアニメ、タートルズもバットマンとかも、うんあ、スパイダーマンもほぼそうだな。基本だか大体1話完結なんですよ。だけど、この X メンとほぼほぼ全部話がつながってるってう <laughs> そうですね。結構、まあ、すごいっちゃすごいですけど、逆にすごく見づらいんではあるんで。うん 当時にしてはなかなか変わった構造やもんね、はいで。結構4パートに分かれてる話とかもあるんで、うん、結構4パートとか2パートとかに分かれてるエピソードだけでも見てみると時間がなければ。はいはい。そこを、それは結構重要で、うん、だったりとか話も面白いんで。しっかり描かれてるっていうね、はい。なんで、ぜひ、あとちょっと注目してほしいの、前シーズンで。 ちょっと注目してほしいのが、あと、カメオ出演がすごいあるんですよ。うんうん、僕はその子供の頃だと全然スパイダーマンぐらいしか知らなかったかなんですけど、想、はい、が出てきたりとか、それこそ、えー、ともうドクター・ストレンジがカメオ出演してたりとか、はい、あのもう一回見返すと、すごい、ああのキャラこんなところに出て、ウォーマーションちょっと出てるとか、うん、ニック・フューリー出てるとかいう発見もあって、あと,、えー、と、ローグのオリジンを描く。うん、あの もうローグいきなし、すっごい怪力持ってるんですけど、よくパワー吸収できるっていうパワーしかないのに、なんで飛べるんだろうって、なんで怪力なんだろうっていうのがわかるエピソードとして、ちゃんとミズ・マーベルから、はいわ、はい、キャロル・ダンバースからあのパワーを取るっていうエピソードもちゃんとこの前のシーズン入ってるんで。うんそうですね、結構それね、描かれてない映画とかでもね、はい、多いですよね。全然実は描かれてなくて、はい、というか、はい、あのうこう。 子供の頃に初めて X-Men を見て、はい。で、コミックを買うわけじゃないですか。はいはい。で、解説に書いてあるわけですよ。うん。ミズ・マーベルからパワーを得たみたいなのが書いてある。誰だよ。誰だよ。そもコミック読んでも一切出てこないわけですよ。そうね。順番的にそうでしたもんね。はい。誰なんだろうって、どんなやつなんだろうと思って、後々考えたら、確かにこいつからパワー取ったらとんでもねえなっていう。すごいな、これは強いぞっていう、はい。 なんで、そうですね。各エピソード、そういう形を見るでも一応、ほぼほぼどのキャラクターにも、あの、オリジン界があるんで。はいはいはい。ぜひ、そういうの,の途中のシーズンが結構、回想編みたいなシーズンがあって、深掘りするための。はい、ストーム、ウルヴァリン、なるほどガンビット、ローグ、うんうん、サイクのもスタージャマンお父さん、スはそうですね。サイクロサイクプスは自分の親がいるっていう。 自分の死んだ死んだけいなくなったと思っていた親父が実は生きていて宇宙で海賊をやってた大暴れわかるくだりがもうバカバカしすぎるんだけどでも面白いセリフがちょっと面白くて俺の覚えて息子の記憶はさつ息子は母親の目をしてるんだっていうのがセリフが大丈夫最後にすごいやってやってかんないギャグがあるそうですね いろんなオリジンの、えー、っとエピソードがあるので、ぜひ、ちょっとそういう形で見ていただいても、確かに何かこういうアニメって結構、ご都合主義で人気のある方へ、なんかこうね、シフトしていくみたいなことが、ね、あっても良さそうなのに、しっかりその辺はね、原作をちょっと、ね、トレースしていくっていう部分は原。原作再現は結構頑張っているなというところではあって。はいうん はいまあ、当時やっぱり原作はめちゃ人気だったっていう,うーんなるほど。もちろんあるんだとは思うんですけど、うん、ストーリーはかなり原作から持ってきてるはい、はい、部分がありますね。ね確かにそこはちょっとね、やっぱりなんかすごく違和感というかね、それがおおっていう部分につながってましたね。はい ね、本当エピソードのタイトルだけが、サイドすごくいいやつがあって、はい、あの、ウェポン X と嘘とビデオテープっていう。<laughs> <laughs> もう、まさにその、映画の。はい。ウェポン X、ライス、あのビデオテープっていう、その、これはウ,ウルバリンのオリジンの話で、いわゆるウェポン X 計画がどんな話か結構、ウルバリンが、あと、おすすめの回が、ウルバリンが日本に行く回があるんで、うん、とんでもないどい田か。 はい、なんか農村,農村みたいなところに行って、あのシルバー侍に出会うみたいな感じ、はい、誰だミュータントって <laughs> 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 すごい変な喋り方のシルバー侍と出会うっていう、はい、なんかそういう感じで買いつまってってあの、つまみつまみでも全然だ、うん、楽しいと思うので、はいはい、ぜひちょっとそうやって。うん まあ本当に97面白くて97からでも入れるんですけど、ぜひちょっと前のシーズン、はい、時間があれば、なんか、ね、そうですね。見ていくと、より楽しいしいろんなキャラ知れるんで、はい。な,いなぜ世の中のおじさんたちは X、X 面をこんなに好きなのかっていうのが分かるかもしれませんね。確かに、はい、確かにそれは思うと思うんで。はい。なんでみんなこんな X 面盛り上がったんだろうって。<laughs> なんだよ、おじさんは、やっと X 面で言うよなっていう <laughs>。<laughs> 確かにそう。いや、映画も。 今のマーベルの映画からアイアンマンとかアベンジャーズから見始めたよって人からするとなんでこんなに X メンで映画作るんだって思うと思うんだけどこういうとこから盛り上がっていったんですよもいともちろんコミックは前から盛り上がってたのい。日本ではねそういうふうになったのではいおもちゃはどうですかやっぱり X メンねえ やっぱりそうですね。はい、まあ、やっぱオリジナルメンバーは強いですね。ブルバリン、サイクロプスあたりはもう,本当に本当にう、はいはいみんな、本当に、なんだろう、活躍を知ってるのかっていうぐらい、す。<laughs> <laughs> <laughs> あの、もう、老内なんの、本当に、はいはい、はい、で若い子から、うんまあ、おじさんまで。 みんなウルバリンとサイクロプスは欲しがるっ、ねうん、やっぱちょっと分かりやすいアイコンの形ですもんね、すべ <laughs> てがね。そうだねもう黄色と青っていうだけで、うん、<laughs> チームカラーを着てればね。ねはい。それもね、いろんな時代があったけど、やっぱりこの時のコスチュームの人気は半端なくて、うん、まあもちろんコミックのジムリーがやったデザインもあるんですけど、はい、やっぱアニメでそれを見て慣れてるからっていうのもあるで。うん おもちゃもこのバージョンのやつめっちゃ出ますからね。そうですね。なんつったってこれまず出ますからね。はい。そんなに言うほど長く着てないですよ、コミックの中で。そうですね。はい <laughs> 確かに。他のユニフォームもいっぱい変わるんだけど。いいはい。でも、やっぱね、みんなサイクロプスとかウルヴァリンって言ったらこのデザインを思い出すしす、ね。僕もおもちゃはやっぱこの黄色と青のシリーズばっかり集めてしまいま <laughs> はい。